はい、よろしくお願いします5分でわかる ST 部分ということで心電度拒絶診断のポイントをおさらいしたいと思います鳥取大学医学部附属病院の渡辺ですまず ST 部分とは S 波の終わりから T 波の始まりまでの部分を指しますこの部分は心室全体が興奮状態となって興奮からの回復が始まるまでの部分とも言えます 心筋の活動電位の図で見ると第2層のプラトウ層に相当しここでは全ての心筋が、えー、ほぼ同等の膜電位レベルに脱分極するので心筋内の電流が消失あるいは低下し気線付近にフラットな ST 部分が形成されますこの気線というのは T 波と P 波の間の等電位線のことを指します ST 部分は この基線の基準に考えまして基線よりも ST 部分が上方にある場合を上昇下方にある場合を低下と判断します ST 部分の高さは QRS の ST の部分の変極点ジャンクションの J 点で計測し例えば ST 上昇があるというふうに判断するときには基線から 0.1mV 以上の変異が2つ以上の隣接する誘導で認められる場合と定義されています ST 部分は狭心症、心筋梗塞など、虚血性心疾患のほかに心膜炎、あるいは心肥大のえ診断に用いられることがあります。中でも ST 変化の重要な鑑別は、この中でも虚血性心疾患です。一般的に心筋虚血を伴う心電図異常は、異常急波、ST 変化、それから陰性 T 波の3つですので、STT 変化まで一括りにすると、高2者が含まれるという部分になります。 なのでとりわけ急性虚血の診断に重要な部分と言えます。心内膜の虚血がある場合には ST 部分は低下し完璧性の時には上昇するとされましてこの図のようなこの真ん中の部分ですね、えー、症状を伴う ST 上昇がある場合は緊急の対応を要します。 無血性の ST 変化の特徴として時間変化があることが多いということは知っておくととっても良いことかと思います。ST 変化が例えば軽微であったりとか、一見してちょっと微妙で分からないなというケースでも少し時間を置いて再検するなどすると、初見が明瞭になったり全然違う変化が出てきたりと初見あの診断の助けになることがあります。 急性心筋梗塞においては超急性期は T 波のみが上昇し続いて ST 上昇そして Q 波形成ともなって再還流後には肝性 T 波と呼ばれる対称性の陰性 T 波の出現など特徴的な変化がいくつか見られます。 ST 低下の方は急性期は ST 上昇のミラーイメージが重要ですが多く遭遇する安静時の ST 低下は鑑別として発出肥大非特異的な ST t 変化そして重篤な冠動脈疾患というふうにされています発出肥大の典型例では図のようにストレインパターンと言いまして非対称性の ST 変化 がが見られますがこの ST 部分だけで例えば重症拒絶と鑑別したり、まあ、肥大が実際に本当にあるのかどうかっていうのを判断するのは少し難しいことがあるように感じていますえ対称性の陰性 T 波は先ほどの鑑性 T 波の他に多コツボ心筋症や肺側線など鑑別は多岐にわたりますただ先ほどの陰性 T 波や ST 上昇 などにおいては出現してくる誘導が秒相を示してくれるのに対してミラーイメージを除く ST 低下単独の変化では単に起電力の高い誘導で見られるというだけであることには注意が必要です ST 低下単独であれば例えばこの運動不可時の ST 低下ですね V5 誘導で ST 低下顕著であったからといって左前角行使に狭窄があるのか、まあ、そういうわけではありません いかがでしたでしょうか。がででししたょうここでは ST 部分の基本を学んでいただきました。日常臨床では虚血精神疾患が重要な鑑別となるかと思います。実習や研修中にもし可能であったら運動負荷検査やカテーテル治療を見ていただくと ST 変化というのが、まあ、これぐらい早くダイナミックに動くんだなと、まあ、よく見えてとってもこれからの日常診療の助けになるかと思います。 鳥取大学医学部付属病院循環器内科でも随時見学をお待ちしておりますので、興味持たれた方はぜひ声かけてやってください。ご清聴いただきありがとうございました。